よろしくお願いします。ありがとうございます。寒いですね京都。いやそうなんです。やっぱり京都はね本当にあの底冷えというみたいにやっぱ地下水があの豊富になりまして、まあ、この水脈があるからその京都 の, あの浦仙家とかあの三仙家だったりやっぱりそういう、まあ、食も含めて、うん、あと染色もそうですね。やっぱり美しい水のあるところに美しい染色があるっていうのもありますので、うん、まあ、そういう部分にも恵まれているというのは一つあの特徴かもしれないですね。そう だから水が豊富ってそういうことで、うん、それで織物とか染色とかそういうのがさ長けてるんだって、うん、あと日本酒ってこともさっきおっしゃってたけど ね、まあ、そうですね。でこの地下に水が張ってっから要するに底冷えっていうんだってさ、うん、そういうことなんだ、ね、なるほどね、うん、と東京とはちょっと質が違う寒さですね、うん、いやそうだよ、ね、もう寒いもん。どうぞこれ知ってる、はい、あ、ご著書、はい、拝読しました。あ、これ細田さんの本なんだけど、はい、これ読ませてもらって、あ、もう人と読んでいただいた。いや興味深い、すごい興味深い本で、細さんって1688年に創業されてるんだよね、うん、すごいよね。まあ12代目なんですよね。そうですね、はい、そうですよね。どんなことをこう、うん、言い伝えっていうんですか、うん、こういうのをこう業として頑張れみたいなことってあるんですか。そうですね、あんまりこれっていうのは格言みたいなのあるわけではないんですけども、やっぱりでもその1688年今元禄元年ですね、江戸時代に創業 してで、まあ、そのさらにバックグラウンドになるとやっぱ西陣織っていう、まあ、1200年前からこの西陣っていうエリアの中で織物が作られてきた、まあ、そこがまあ背景になるんですけども、まあ、そこの話するとまあ多分西陣の話からさせていただいた方がいいかもしれないんですけども、もともと1200年前に西陣織物がスタートしてですね、このエリアで、でもともとはまあその天皇だったり、あの特に1000年間京都が都だった間っていうのは、まあ、天皇貴族将軍家神社仏閣、まあ、そういった人たちのオーダーメイドの織物を織り続けてきたっていうのが西陣の歴史になります、うんうん、でもある意味でお金時間に糸目をつけない人のもと、まあ、究極の美っていうのを一番の上位概念において、うん、まあ、ある意味生産性とか効率というよりも究極の美を体現するっていうところをまあミッションにやってきたっていうのがまあ西陣の大きなまあ DNA になるのかなと。ですから、まあ、その当時6世紀に中国から空引き旗という旗が西陣にやってきまして、はい、まあ、西陣織っていうと、はい、まあ、先染めの毛織物というんですけども、先染めとは先に糸を染めてそれぞれの、はい、で毛織物っていうのは縦糸をこう上げ下げする中で、縦糸を上げてその間に横糸を入れることで、まあ柄とか模様を織り出していくというまあ技法 でこれはもともと中国から空引き旗と旗がやってきて、まあその旗で作るんですけども、まあどういう機構かといいますと、まさに空引き旗っていうみたいに2人がかりおるんですけども、はい、4メートル上ぐらい人が登ってですね、こう縦糸がこうその下にこう張られて、はい、それに対してこう、走行という縦糸を上げ下げする操り人形の糸みたいなのがこう上に展開されていくんですね、はい、で上の下はこの走行をですね、はい、こう持ち上げることによって縦糸が上がるという仕組みなんです。あ、じゃあまさしく操り人形、ね、まさにそうです、そうです。でこれを上げてる間に下の人が横糸を入れて織ることでまあ織っていくという、まあ、2人息を合わしながら本当にまあ人羽織のような形でまあ織っていくと、はいはいはい、へ、ですからまあ昔の文献とか見ていても上の人と下の人が喧嘩したりとか全然折れないし折れたとしても1日数ミリとか、だって時間かかりそうですもんね。そうなんですよ、ね、もう完全人力で超複雑な文様をまあ折っていたという、で、まあ、そういう形で折ってきますから、まあ、まあ1年かけてようやく2人がかり一旦折ってですね、それをまあ納めして1年分のお金をまあいただいてという、まあ、そういうお金時間に富をつけない、まあ、パトロンといいますかクライアントのもと、まあ、究極のやっぱ美っていうのを1000年間追求し続けてきたっていうのが、まあ、西陣の大きな、まあ、背景になるかなというところになってまして、でもその1000年の中にもいろいろありそうですけどね。そうなんですよ、ね、まさにその1000年の中に、うん、まあ、1200年ですかね、今までいくと、はい、の中でやっぱりいろんなやっぱこう波がこうあって、うん、まあ、常に時代時代も変わって、うんうん、結構大きな変化が来るわけですね、まあ、京都でよく応仁の乱なんかもあって、はい、5年間京都が焼け野原になって、でもともとまあこれ西陣という名前もこの応仁の乱でですね、京都が戦火にまみれてしまって、西陣のこのいた職人がですね、大阪の堺とか逃げるんですね一旦、で戦争が終わってからまた堺から戻って織物を再開したと、
で実はこのエリアそれ以前から盛り物はあったんですけども、はい、まあ、その応仁の乱の時は西軍の陣地跡地に、はい、陣地を陣を張ってたんですね、西軍が、はい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 、なのでその後西陣の職人が戻ってから西軍の陣地跡地だったということで、まあ、西陣と言われるようにう、ああそういう由来なんですね、はい、ですからまあ通称西陣といって、まあ、あの正確な地名ではないんですね、はい、でまあそういうやっぱ常にこの時代時代に変化に対して、まあ、いろんな挑戦を続けていく中でやっぱそのバトンを未来につないできたっていうのが西陣の歴史でもありまして、でまあいろいろあるんですけど、一番近年の転換期というとやっぱり明治の遷都、今から約150年前ですね、というのが、まあ、それまで江戸後期なんかは将軍家が一番のクライアントで、はい、まあ、徳川家ですよね、はい、まあ、そういった形のオーダーを、まあ、追ってたわけです、でも、まあ、ある意味そういったちゃんとお金に糸目をつけない、はい、あのパトロンがいたんですけど、まずその徳川家がいなくなってしまって、明治になって、はい、で、まあ、天皇家も東京に行かれて、はいはいはい、まあ、誰もそんな高いもの買えなくなったわけですよね。なるほど、なるほどね。でまあ、西陣はどうしたか、みんな洋服になっていっちゃいますもんね。そうです、まあ、明治になっても国の体制がもうガラッと封建社会がなくなって、うん、まあ、着物の社会から次西洋化を向かいますし、うんうんうん、またあの一番はやっぱりそういったなんていうのヒエラルキーのある世界から、うん、ある意味一般体制の世界になっていって、はい、まあ、そういった究極の美みたいなものを追求したものを誰も支える人がいなくなるわけですよね。なるほど。で、まあ、あの西陣はその時3人の若い職人を、はい、その当時の最先端の織物の技術がフランスのリヨンにあるということで、はい、まあ、西陣の命運をかけてですね、はい、3人の若い職人を派遣するわけです、ね、へで、まあ、リヨン、すごいリヨンに派遣、はい、昔の遣唐使みたいな本日でしたね。いやでも本当にそうですよ ね、 そうですよね、まあ、やっぱその頃の航海なので命がけになりますし、はい、当然まあそのフランス語喋れた職人でもないわけですね、ただまあ西陣の命運を背負っていくと、で、まあ、リヨンでは何があったかと言いますと、はい、同じくヨーロッパでも6世紀に中国で発明されたその空引き旗っていう旗が海を渡って向こうに行って、向こうの王様も同じような気候で追ってたんですよ。人が上に縦糸を持ち上げて、へえ、それは面白い話だね。でおそらくまあ1000年以上、はい、6世紀からいろんな人が何とかこれを一人で折るようにできないかとか、うん、まあ、実際に西陣からいた3人のうちの1人もそういった食器を研究してた人だったんですけども、うん、でも誰もそれが実現できなかったと、はい、でまあそんな中1801年に今1人の天才が出てきまして、うん、はい、ヨセフ・マリー・ジャカールさんという方が、まあ、ジャカード食器というものを発明したんですね。なるほど、なるほど。でこれはどういう、はい、そうです、はい、僕も聞いたことありますよ、はい、でこれがまあどういう機構かと言いますと、まあ、パンチカードといってボール紙のようなものに穴が開いていて、はい、この穴の開いているところだけ縦糸が上がると、うん、まあ、つまりこの人が上でこう縦糸をこう持ち上げていたこの動きをプログラム化したわけですね、うん、でこれを何百枚も重ねて一個一個人がこうやってた動きというものが、まあ、ある意味自動化されてですね、うんうんうん、ある意味まあイノベーションが起きたわけですね、うんうんうん、そうすることによってまあ王様、一部の王様とか、うん、まあ、そういった限られた人しか着ることもできなかった究極の美が、まあ、ある意味そのテクノロジーによって民主化されたと、うんうん、なるほどね。でまあ西陣の職人もその最先端のテクノロジーをまあ持ち帰って、はい、まあ、その途中一人の職人は船が伊豆諸島沖で沈んでしまって亡くなっちゃうんですけども、まあ、そうやって命がけでですね持ち帰ってきた技術によって、まあ、今までの西陣の伝統的な素材はそのまんまにイノベーションが起きてですね、はあ、まあ、西陣織った錦織とも言うように、はい、故郷に錦を飾るとかの言葉の語源にもなっているように、基本的に晴れの人しか着ることもできなかった究極の織物だったんですね、はあ、ある意味憧れの象徴、成功の象徴だったわけですね、はあ、でそれがまあ自分たちも着ることができるということで、はい、この100年戦後特に一般に高級帯として普及していったと、あ、まあ、ここが一つの大きなあのターニングポイントで、なるほどね、まあ、近年の西陣の話だけでもそうなんですけども、常にやっぱりいろんな時代のこう波でですね、うん、大きく国の体制が変わっていったり、はい、その中でもまあそういった西陣の職人たちというのはまあそういった挑戦を続けて、うん、ある意味革新を起こし続けることによって、うん、まあ、時代に今適応し続けてきた、うんうん、ここがまあ西陣の大きな背景かなと。ああ、そうだったんですね、はい、僕のね、僕のおふくろが和裁師なんですよ、はい、うん、それで子供の頃家でせっせとこう着物を縫ってて、で着付けの先生とかもやってたから、うん、まあ、ほんと子供の頃ですよ、うん、ちっちゃな頃から で生徒さんがよく着てて、でおふくろが西陣っていうと最高級なのよって言ったのが子供の頃から刷り込まれてます、うん、ええ、刷り込まれてます。それで
でも徐々に袋も和裁し廃業して、うん、で子供の頃こう近所を歩いると着付け教室とかあったけど、はい、どんどんね、うん、着物離れっていうんですか、なんか日本人があんまり着物着なくなっちゃったなみたいなこととか、うん、昨今で言うとね、そのイノベーションじゃないけどファストファッションとか出てきちゃってね、うんうんうん、どんどんこう服が簡単なものになってくるみたいな感じだって印象なんですけど、うん、まあ今じゃあどういうふうに着物を捉えてかっていうこともありますけども、うん、ただ以前 の, その明治以前の話に戻していっても、うん、まあ、着るものでもあったり、うん、あとまあそのインテリアとか室内の装飾だったり、まあ、インテリアの素材としても使われてたんですね。あ、そんな文化もあったんですか。はい、ありました。あとお寺なんかでもやっぱりこう、はい、このテキスタイルをこう壁にこうかけていったりとか、まあ、かなりいろんなところで、はい、いろんな用途でも使われてたというところがありますので、はい、そこを考えていくと、はい、もっとまあ自由に考えていったらいいのかなと、はい、例えば着るものっていう考え方でいったとしても、それを拡張していくと別にインテリアにもなるでしょうし、はい、身体からどうこう拡張していくかによって、はい、その着物のなんていうんですかね、あり方というか、はい、自然とまあ、ある意味環境と身体との間にあるもの、うん、っていうものが着物であるっていうふうに考えても面白いのかなとは。着物の家、これに書いたんだよ買った方がいいと思うけどね。そうですね、うん、まあ、着物の家の話をちょっと聞いてみよう、はい、うん、そうですね、まあ、今はね本当にその織物っていうとかインテリアの例えば椅子のソファーの張り地とかカーテン、はい、壁紙、当然まあファッションもそうですけども、はい、なってますけども、さらにじゃあ織物にそのある意味建築の定義って構造があって機能があるということだと思うんですけども、はいはい、ってなるとちゃんと織物に構造と機能を与えてやれば、それは建築にもなるっていうことになるかなと。織物に構造と機能、うん、ちょっとなかなかこう素人だと発想が分かんないね。例えばあのモンゴルの遊牧民のゲルなんかそうと思うんですけども、はいはい、あれなんかはあの外が半プレできていて、はい、で内側にこのその芝にフェルトがあって、これ断熱材の役割を果たしてるんですね。であと構造は木のフレームがあって、でまた内側に表皮としてのまあ装飾の織物があるっていうのがモンゴルのゲルなんですけども、で、まあ、これをまあ大人で 3,4 人で2時間ぐらいでこう組み立てて、はい、月に合わせてこう移動していってるっていう、まあ、完全あれはまあ遊牧民ならではの家なわけですよね。で僕も一回遊牧民と一緒に2週間ぐらいあの砂漠に行って共同生活もどこでやったんですか、はい、モンゴルって、モンゴルの、はい、あのウランバートルから、まあ、あの車で何時間か行った砂漠で、まあ、遊牧民と合流して見ていったんですけど、まあ、そう考えていくと、まあ、当然、まあ、そのゲルの場合は、はい、構造と木っていう別のものですし、はい、断熱材のフェルトってありますけども、はい、まあ、いつかはそれを一体ができるような織物っていうのもあってもいいんじゃないかなとか、はい、あそこで思いついたんだ。しますし、はい、で今やってるんですか、そのプロジェクトは実際。あ、まだ、はい、研究開発もやり続けてますし。あ、そうなんですか、はい、まあ、まだまだね、あと何ステップか必要になりますけども、はい、ただ、まあ、今いろいろと大学だったり、はい、そこ の, 研究者とも、はい、まあ、そういったことはスタートしまして、今ちょうど東京大学でやっている研究開発なんかでも、一つはその紫外線が当たると3秒と硬化する織物で、ちゃんと継続記録するんですね、硬化して。でまだそれはスケールとしては家のスケールまで行ってないんですけども、まあ、もうこれぐらいのスケールはできて、ちゃんと重力に逆らってキープできると、はいはい、でこれが本当と3秒でまた解除できれば、すごい、まあ、今まではいかないですけども、はい、例えば段ボールをなくせると未来の風呂敷で物を3秒でくるんで硬化させて送って、それをまた3秒で開くことができたら、美しいものでこうやり取りしつつゴミを出さずにできるとか。ああ、そっか、昔の風呂敷的な、はい、でかつ輸送もできると。そうですね、まだアマゾン時代にも対応できる。ただまだ硬化する今だけなので、まだ解除できてないのでですけども、まあ、でも本当にいろいろとまあ人工筋肉とかいろんなアプローチを、この織物ってやっぱいろんなものを中に織り込むことができますので、まあ、そういう構造になり得るものっていうものを織り込んだりとか、まあ、そういうことできないかっていうのはずっと今もやってますね。あ、そうなんだ、うん、っていうかすごくない、やっぱりさ、ただのとこ昔からのテントを西陣織でやるのかと思ったら全然違うんだよ、発想がね、はい、ね、そういうことなんだね、うん、あの通じるものが、いや通じるなんてこう恐れ多いんだけどさ、はい、
やっぱこう長く持続するっていうことイコールイノベーションだね。変わっていかないと持続できないんだね。そうですね。ちょっと今これですか。これがそうです。150の食器になりまして、基本的にはまあこの機械といってもオートマティックではなくて、やっぱ体の延長で折っていくっていうところになりますので、でやっぱり自分たち用にちょっと調整したりとか、でやっぱり一回ちょっと止めちゃうと食器の調子出なくなったりとか、もう一回戻して多分スタートし直したりとか、いろいろ職人なりの工夫があってですね。でこれがまあでも装甲と言われて、この縦糸に対して9000本、はい、こう一本一本にこう全部縦糸がつながっていまして、うん、でこれ一本一本この上げ下げ、このジャガードによってコントロール全部できるんですね、はい、おそらく世界でも一番複雑なあの構造をまあ作ることができて、またそんなそれを折ることができるというのも、これが9000本、これがこっちは9000本ですね、縦糸が9000本は、うん、今の細田さんのビジネスモデルだとさ、内製である程度こうグラフィックデザイナーがいるの 無理ですもんね。あ、そうですね、さクライアントとのやり取りとかでね、はい、パターンでこう見せたりとかするわけです。そうですね、あとやっぱりストラクチャーの部分は実際僕らも折って、うん、まず日本をどんどん作ってやっていきますので、うん、まあ、そういう意味では、まあ、そのクリエイティブなそのセッションで作っていくっていう、ちゃんとそのクリエイティブのキャッチボールを、特にやっぱり我々のお客さんってなると、その結構トップのデザイナーも多いので、そうですね、まあ、そこはやっぱりちゃんとボールが返せるようにっていうのはありますね。で僕たちもこうコラボとかになるで、香りのコラボとかになると、はい、やっぱりこうサンプル何個何個も香り出して、それでやりますね。グラフィックデザイナーもさ、基本的には全部 Mac 上でのデザインになっちゃうもんね。でこういうものをさ、さっきのそのジャガード折り自体がコンピューターの発想になってるわけだからさ、戻って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 いくと同じものだったみたいなね。まあそうなんですよ ね。ですから今の1個研究開発やってるのは、2017年から3人のコンピュータープログラマーと1人の数学者と、人類が誰も折ることのできなかった織物のストラクチャーを開発しようっていうことをやっててまして、それはまさにその織物ジャガードからコンピューターが生まれたところに着目して、その最先端のコンピューターの技術を用いて、もう一度その織物の9000年間誰も作ることのできなかったストラクチャーを開発するっていう、結構壮大な、その時はもうこれも2ヶ月以上こう1年にわたっていろんな合宿を何回も繰り返して、うちの職人はこの折ってる横でプログラマーがこのジャガードに直接プログラム接続させて、うちの折ってみて違ったらコード書き換えてとか、結構そういうことを言語ガンガンやってましたので、まあその職人にとっても普段数学者とかプログラマーとやることってあまりなかったですので、黎明期の頃のさ、テクノミュージックとかに近いんじゃないってることが、ああかもしれないです ね。もう本当に YMO バリに、ね、今思いました、坂本龍一さんが入ってきたみたいな、ハッピーエンドに坂本龍一さんが入ったみたいな、そんな感じでしょ。もうまさにそうですね。だから YMO になったみたいな、そうなんで、まあ、でも両方ともで目指すの美の山っていうのがあるからこそ、そのコラボレーションが多分成り立つということ、ね、でここはなければなかなかこの、ね、成立なかなかしづらい部分があるかなと、やっぱり DNA がさ、近いものがさ、こう伴奏するとハーモニーになるからね、いいね、面白い。で今回も工芸建築っていうコンセプトでですね、まあ、いろんなまあ職人の協業によって全部作っていくということで、この表のファザードなんかも5人のまあ左官の職人がですね、あのこれ漆喰に墨を入れてですね、全部ハケで全部手で足場で4面塗り上げていったり、あとこの金のラインなんかもこの3ミリのステンレスに24金の金箔の職人が金箔を貼り上げてですね、へ、上まで貼り上げていったり、あとはまあこの壁ですね、このしましまになっている、これも半築といって飛鳥時代のこう盛んの技法で、まあ、型を作ってこう土を突き固めていくと、でこれまあ色が違うのはそれぞれ京都の場所の異なる4箇所の土地の土をこう集めてきてですね、それを順番にこう積層化さすことによって分かった柄を展開していってるという、そうそうそう、はい、か綺麗だな、その辺なんかはやっぱりこう見てる、しっかりこの綺麗、もちろん立体構造になってまして、この銀が跳ねたり、はい、こういう伸縮性みたいなことも折り方で設計するんだもんね、まあ、そうですね、これ立体構造の、はい、まあ、織物の設計になってまして、例えばこれなんかもこう金がこう見えたり見えなくなったり、本当だ、鱗みたいね、かっ
こいいね。そうなんです、光の具合全然、うん、やっぱりこの複雑な織物のストラクチャー折れるっていうのが一つの特徴になります、ね、うんうん、この辺なんかも立体構造でこう動かしていくとこの動きによって金と銀が入れ替わっていくという、実はこれあの見た目は硬く見えるかもしれないけどさ、めっちゃ柔らかいからね、うん、あとこの奥から一瞬の赤い点みたいなのがやっと見えるようになってまして、はいはいはい、隠し隠しそうなんですよ、これを出すために裏を見ると、うんうん、ここにもう、うん、その三角のスタンドの上にこう、うんうん、コンマ何ミリって言われる箔を置き切っていまして、このちょっとビーズで下ついて綺麗だね、うん、今回はさ、なんでこんな細尾さんと話してるかっていうとあのそう、3月に発売になる桜咲くっていうネイルオイルを作ったんだけどね、それはねコンセプトの時から細尾さんと一緒に作ってきたのよ。それで同じくコロナが明けてほしいなと思ってる3月の時に、やっと3年ぶりに桜が咲く気分、吉報のみたいなことを細尾さんと一緒にお客さんにお届けしたいなっていうので、細尾さんはね桜咲くのテーマでテキスタイル作ってくれて、でこのサイズのポーチを作ってくれて、でうちは桜咲くのテーマでネイルオイルと香りを開発したんです。でそれをセットにしてお客様にご提案する、そのプロジェクトでコラボレーションをやっていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございますのもちろんね、あの結構前からずっと深さんはずっと、まあ、キーになってましたし、実際シャンプーとかね使わせていただいたのも、あ、使ってくれたの、はい、あったりとかもあって、でやっぱりそういうなんていうんですかね、こうそうすごく、まあ、気にはなって、ただ、まあ、なかなか普段自分たちの例えばインテリアが多かったりとか、うんね、設定なかなかそこまでなかった、うん、中で、まあ、今回、ね、機会いただいてっていうのもありますし、うん、まあ、やっぱり一つその全然角度違うんですけども、やっぱり我々その織物とか、はい、そういう美みたいなところもありますし、うん、小出さんもその違う角度でのやっぱりその美みたいなところがあって、 そこはもう完全オーバーラップするなってところはありましたし、うん、そうですね、うん、でもなんか最初撮影ってこうカメラがあってこっちに座ってよう移動みたいな感じかなと思ったんですけど、うん、あのいい予想外この2人でもうあまりないですあったんだかなかったんだか、はい、ぐらいの感じの方がいいかなみたいな、ね、もう普通にご案内していつの間にか撮っていただいてそう、でもね、絵にしてみるとそっちの方が良かったりとかしますよ。そうですね、あんまりにもこうカメラ向かれてる感じはないので。そうでしょ。そうですね。どうですか、ここまで来て、2008年にご実家に戻られて、2008年、そうですね、13年、14年か、もう4年になりますね。そうか、そうですね、うん、ですけど、まあ、でも戻ってきた時ってやっぱ伝統工芸って、まあ、基本は今でも社用産業って言われてるところで、うん、まあ、西日本もそうですし、それ以外の伝統工芸のものっていうのも基本もう、まあ、社用産業だったり、まあ、手作りいいよねっていうところで、なかなかこう、うん、伝統工芸のものがこうメディアに出ることもなかったですし、出てもなんかこうものがあって、うん、あの小さくこう3名来た職人が私が手作りで作りましたみたいな、どちらかこうノスタルジーと手作りいいよねみたいな、そういう文脈での扱いだけだったので、あの何ですかね、あんまりそこにリアリティを感じてなかった。ただまあ少しずつその、そうですね、こういう自分たちの会社の活動もそうですし、今ゴーンっていう伝統工芸6社で伝統工芸活性化させていこうというプロジェクトも2012年から、まあ、他のお茶筒だったりこう桶の木工芸だったり竹工芸とか、はいはい、まあ、そういったメンバーとこうスタートもしていって、うん、としてやっぱ世の中の何て言うんですかね、工芸に対する見え方って変わってきたかなとは思ってますし、うん、またねこのコロナ挟んで、うん、まあ、あとこの地球のこうサステナブルの話というか、うん、結局まあどうやっぱりその地球環境とも調和とってやっていくかみたいになった時に、うん、まあ、改めてその工芸っていう、うん、まあ、近年この100年とか特にこう生産性とか効率を求めた時代においては、まあ、ある意味この型に何ですか、規格化できない、まあ、あの量産できない工芸って不要なものとされたものの価値っていうのがもう一度まあ今見直されるタイミングになってきてるんじゃないかなとは思ってまして、うんうん、なんで僕らもなるべくお客様に合わせて一つずつそのスペシャルなものとか、まあ、今回の、ね、限定品なんかもそうですけども、何かこう大量に多くにというよりもやっぱりその季節それぞれ丁寧にこうしっかりこう伝えていきたいなとかいう部分はありますかね、うんうんうん、
なんかその僕が今日お話伺ってて一番感じたのは、うん、そのさっきもおっしゃってたけど歴史のあるものってどうしてもこうノスタルジーに描くのがみんなが得意っていうか、うん、慣れてる感じだけど、まあ、分かりやすいですよね。そのだけどそのノスタルジーに描いてる人間ほど違和感感じてるものがなくて、うんうんうん、結局俺は古いものを人に押し付けてるみたいな感覚が本人がなっちゃってるのかなと、うんうんうん、ところが細田さんがやってることは古くからこう語り継がれてきてるものが自分の感覚で処理してる、うんうんうん、自分が今まで生きてきて触れてきたものの中で処理して、うん、それで自分が今心地がいい環境の中を自分で作ってそれで次の世代に引き継ごうとしてるのかなって感覚がして、うん、あすごくねあの、はい、なんて言うんでしょうスッと入りました、うんうんうん、そうですね、まあうん、そういう意味では自分の中で身体感覚やっぱ自分が本当にいいなとかこう入ってこないものをやってもやっぱり嘘になっちゃいますし、うんまあ、そういう意味ではやっぱり自分がの今まで生きてきた経験だったり、まあ、もちろんこの時代を自分なりにどう捉えているか、うん、またどう未来捉えていくかみたいなところの中でやっぱりやれた方が、うんまあ、より自分の中でリアリティが高いですし、そうね、うん、すごく心地が良かった。ああ、いろんなものが多分それは商品とか製品にも現れてくるんだと思うし、うん、多分こう細田さんのお人柄がこう細田の世紀に伝わって、うん、どん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 世界中にファンを増やすんだなってことが、うん、なんか感じることができました。ありがとうございます、ね、あの僕よりも一回りも、お若いらしいんだけど逆に勉強になりました。ありがとうございます。またこれからも引き続きまた、はい、第2弾もぜひ見てみますので、そうですね、第2弾行きましょうね、はい、ぜひね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。